都会のトムソーヤは、早峰みねかによる、児童文学の推理小説シリーズ。西慶子の表紙と挿絵により、やエンターテインメントより2003年10月から、刊行されている。略称は、町トム。2021年6月時点で、シリーズ累計発行部数は200万部を突破している。ごく平凡な中学生と大財閥の息子の、 クラスメイト二人による究極のゲームをめぐる冒険を描く。少年マガジンエッジにて、福島春香によるコミカライズが2016年1月号から2017年4月号まで連載された。2019年7月28日の早見ねの,のサイン会にて実写映画化が発表され、2021年7月30日に公開。同年7月16日から、 連続ドラマが開始。どんな状況下でも生還できるゴキブリ並みのサバイバル精神を持ち、平凡で塾が酔いに追われる毎日を過ごす内藤内人と大財閥、竜王グループの後取りで、学校創設以来の秀才との呼び名が高い、知的頭脳派の竜王総なりは、都会を舞台に究極の RRPG を作るために冒険する。クリエイターとは、 伝説のゲームクリエイター。実は、神宮寺、ナオト、ワシオレイヤー、ジュリアスワーナー、柳川博之という4人組である。そうやのライバル的存在。神宮寺曰く、4人揃ってこそ、クリエイターだとのこと。4人が住む家には、罠が仕掛けてあり、簡単には入れない。なお、世間に顔を出す場合は、イータ・エリックと名乗っている。クリエイター。 イータエリック、イータエリック超一流企業。デジタルからアナログまで生活をサポートする、竜王グループというキャッチコピーが有名。だが、その他、ゆりかごから、墓場までなどバリエーションが出てきた様子。依頼があれば、ペットの誕生日会からに、酸化炭素削減国際会議の企画書、銀行強盗の犯罪計画までどんな計画書も作ってしまう集団。 迷宮入りした事件の約2割が頭脳集団が関わっているらしい。日本警察は存在すら知らず、竜王グループもこの組織の名称すら不明なため便宜的に頭脳集団とつけていると呼んでいる。存在を公にすることを嫌い、名称を知ろうとした内人たちはかなり危険な目にあった。構成員は一切不明だが、組織の名前も知らずに協力している。 一般人も多い。時見も複数所属している様子。南北磁石が作るゲームは障害になると判断しており、二人を排除しようとしている。社会の様々な場所に構成員が存在しており、事件の黒幕であることが多い。一度、RRPG で宗屋の前に姿を現し、 正体を見破られている。竜王グループから遠ざかっているが、竜王グループに対抗できるだけの力を持っている。義母、妻からあまり信用されていない。竜王グループを継ぐ気はなく、また義母も継がせようとしていない。後先を考えない性格は宗谷に受け継がれている。内藤内岐と知り合い。竜王グループの開発計画から見放されたハイビルの通称。 四方をビルに囲まれ、入り口は、ビルとビルの隙間の細い路地を通った先にある。はじめなりと、内人は、最上階の4階を中枢部分として利用しており、部屋には宗谷が拾って修理したパソコンや周辺機器、自家発電機、ミニコンポ、本棚などがある。牛乳は、腐りやすいため置いていない。4階まで行くには宗谷が作ったトラップを、突破しなくてはならない。 内人は4階のブーブークッション以外をクリアできたが、ジュリアスは引っかかり、私立小学校の制服にタバスコのシみがついたり、髪の毛が感触玉で白くなるなど散々な目に遭っている。さらに2階には暗視カメラ、1.3階には監視カメラがついていて、4階から監視されている。本作の中のテレビ CM では、 アナログからデジタルまで、生活をサポートする、竜王グループというフレーズを使っている。早峰香ねかおる、西稽子都会のトム&、宗谷講談社、や、エンターテインメント、期間21巻はやみねかおる原作、福島春か作画でコミカライズされ、福島のキャリア初の少年試練祭として2015年9月17日創刊の、 少年マガジンウェッジに2016年1月号から2017年4月号にかけて連載、マガジンウェッジ KC より刊行された。全3巻。オーディブルにて、佐藤恵による朗読で2016年8月より、順次、オーディオブック化され、2018年11月時点で13巻まで発売されている。2021年7月30日公開。 監督は河井隼人、脚本は徳尾浩治、主演は本作が映画初主演となる白日の霧り。当初は2020年7月31日公開予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大による影響を受けて、同年4月16日付で撮影及び公開が延期された。その後、10月に撮影を再開し、 12月15日、改めて2021年に公開となることが発表された。2019年7月28日にはやみなのサイン会にて実写映画化が発表され、ツイッタートレンド1位になるほど話題になった。その後、9月6日に映画公式ツイッターを開設し、白日の霧が主人公、内藤内人役に起用された。 スターダストプロモーションが2019年9月に開催したスターダストプロモーション第1回スターオーディションにて男子グランプリを受賞し本作が俳優デビューとなる坂井大地が竜王総なり役を演じるほか同オーディションにて女子グランプリを受賞した渡辺美優特別賞映画賞を受賞した山下真羅と吉原北たるちの新人4名が出演する 2021年3月18日に、二階堂拓也役を、中川博士が演じると発表され、同年4月15日に、改めて公開日が、同年7月30日に決定し、同時に予告編も公開された。2021年5月24日には、ジュリアス・ワーナー役を、玉井しおり、ワシオレー役を、本田翼、柳川博之役を、森崎ウィン、神宮寺、 直人役を、市原隼人が演じ、合わせて、緑黄色社会が主題歌を担当することも、発表された。2021年7月16日より、インターネットテレビ局アベマで連続ドラマ、都会のトムソーや僕らの砦として配信。映画版と同じく白日の霧が主演を務める。ありがとうございます。